基本的には日本画の技法で作品を作ってるんですけども、とはいっても純粋に日本画をやりたいというわけではなくて、あくまでその技法を使うっていうことに対して批評的な意味があると思ってるんですね。だからいわゆる古典技法をやりたいというわけではなくて、ともかく日本画で使う岩絵の具とか、メディウムで使うニカワっていうのはとにかくすごく扱いにくいんです。なので扱いの簡単なアクリル絵の具が併用できないかなってことはずっと考えてました。でもアクリル絵の具というのは多分油絵に代わる素材として作られたと思うんで、どうしても塗った後テカテカしてしまうし、光の反射の具合もやっぱりちょっと日本画とは違うんですね。ところがターナーさんの方で日本画顔料的な絵の具を作ってるという話を聞きまして、試してみることにしました。それがジャパネスクカラーだったんですけども、それにしてもアクリル絵の具で和風を作るっていうのはなんか和風ハンバーグみたいで、なんかすごく日本的な発想だなと思いました。日本画顔料的というか、岩絵の質感っていうかザラザラした感じが出てて、よく画面に馴染んでますね。光に当ててもマットな感じで、表面もすごく落ち着いた感じに見えるし、積極的に併用して使うようにはなりました。とにかくアクリル絵の具なので使いやすくて助かります。僕はあんまり画材にはこだわらない方なんで、作家仲間からもバカにされるぐらいだから、ちょっとアドバイスって言われても困るんですけども、あんまり大体道具にこだわりすぎる作家っていうのはどうかなと思うんですが、でも趣味的にこだわるんじゃなくてちゃんとした道具を使うっていうのは仕事の基本としてはすごく大事なことだと思います。僕自身があんまりそれできてないんで、ちゃんとしなきゃなと思ってるんですけども、ただ絵の具に関しては作品の肉体になるものですし、作品それ自体というのは自分の考えとか性格とか思考とかとはやっぱり別の問題なんで、つまり作品っていうのは出来上がってしまえば他人みたいなもんですから、やっぱり絵画っていうジャンルで過去から伝わる技法を使って描くって意識があるんでしたら、ある種の敬意を持ってちゃんとした絵の具を使うってことは大事なことだと思います。来年の頭ですから2015年ですね、静岡県の、掛川城にある二の丸美術館で個展の予定があります。その展覧会で、今までの作品のまとめとなるようなことをやって、それを踏まえて、次はまた違ったフェーズに入っていければいいなと考えています。